されみたいなところですけれども、で病害が発生する要因としまして大きく3つに分けられると思うんですけれども、一つが植物体そのものの性質、抵抗性を持っているとか持ってないとか、まあ耐病性であるとかそうじゃないとか、それとやはり環境条件ですね、まあ、湿度が高いとかそういったようなことですね。それからそういった条件が整った上でこういった病原体が存在するという、この3つが揃った状態で病気が発動するということがあります。反対に言いますと、いくらこう主因であるお病原体がそこにいたとしても、この3つが重なり合わない限り病気は起こらないということで、これからお話しする殺菌剤というのはこの主に主因をですね、殺したり生育を阻害したりということで病気を防ごうという話なんですけども、こういったやっぱり環境条件ですとか植物体そのものの方の抵抗力とかそういったことも病害防除においては重要だということになります。で、まあ、病気になるっていうのはどういうことかという話なんですけども、まあ、病原体によっての種類によっていろんなケースがあるとは思うんですけれども、まあ、大体大雑把に言って、まず最初に病原体がどこかから飛来するのに、あるいは這い上ってくるのにして、植物体の上に付着をして、それから、まあ、何らかの気候を通じて、その植物体の中に侵入をしてくる。それから中に入ってくると、植物体の中で、菌糸を伸ばしたり、それから次世代の胞子とか、また、まあ、次世代のものを作り出して繁殖をしていくということになります。でその結果として 植物体の方ではさまざまな機能に異常が出てきて、まあ、腐ったりとか葉っぱに病斑ができたりとか、そういったものを僕らこう症状として見ることになるわけですけれども、基本はこういう経過をたどっていくということになると思います。で、植物の病気で一番こう教科書なんかに出てくる有名なもので稲の命病というのがあるんですけども、この病気の例でお話ししたいと思うんですが、まずこの命病菌の胞子が稲の葉っぱの上にこう飾りつきまして、そこからこの管みたいなものを伸ばしてきます。これ発芽管というふうに呼ばれているものなんですが、まあ、種が発芽するというああいうイメージで胞子から発芽をします。それからこの命病菌の場合はここにポコッと丸っこい器官を作りまして、これを付着器と言いますけれども、しっかりと植物体に付着をしまして、それからこの中にメラニンとかですね、いろんな色素を溜め込んで、で中の浸透圧を高めて、でその圧でもって一気にジュッとこう針を差し込むかのように突き破る。中にはですね、もうちょっと容量のいい人もいて、この細胞と細胞の間のこの間のこう隙間から入っていく人とか、あとは気孔ってありますよね、葉っぱに植物体がこう二酸化炭素を取り入れたり水をこう出したりする、ああいう穴から入っていく、こういう器用な人もいますけども、こちらはなかなか硬派な人で自分でこう穴を開けて入っていくというタイプの菌なんですけども、で、まあ、入って中で栄養分を吸いながら進展して、でまた次の
次世代の胞子を作るという、そういうことをやりました。これは、真ん中の胞子、ちょっと見にくいですけども、ネギの、ネギのベト病だと思いますけども、まあ、進展をして、胞子をいっぱい、これを胞子ですけど、胞子をいっぱい作るということになります。でここからですね、殺菌剤の話をしていきたいと思うんですけども、まあ、いろんな先ほど病原を挙げましたけれども、まあ、殺菌剤といっても一口に言ってもいろいろなものがあるわけでして、ただ、先ほど挙げました中のウイルス、まあ、先ほどの梅のウイルスもそうですけども、ウイルスとかそれからファイトプラズマと呼ばれる、まあ、ウイルスに似たやつがいるんですけども、まあ、それについては殺菌剤というものは今現在ないということで、ですので先ほどの梅の時も話しましたけども、このウイルス自体を媒介していくベクターを対峙しようという話になってくるわけなんですよ。で、まあ、その次に高等な細菌、細菌病については殺菌剤が一応あります。なかなか効きにくいんですけど、それから糸状菌、普通のカビの病気、エコビューとかそういうものの病気についても自分の殺菌剤があります。それから、まあ、植物病のその中ので、もう大体8割は糸状菌による病気だというふうに教科書に書いてあるんですが、まあ8割かどうかは別にして、まあ、大方の病気は糸状菌による病気と言われてますけども、糸状菌の中でも大雑把に大きく2つに分けると、この卵菌類と呼ばれる類と、それからまあその他の病原菌というものに分けられます。この卵菌類というのはどういうものかというと、まあ、具体的に言いますとベト病とか疫病、ハイトクトラそれからピシウム、それから、まあ、白サビ病、まあ、菊の白サビ病また別な全然違うんですけども、いわゆる油中で出る株とか小松菜で出る白サビ病というのはこの卵菌類の仲間になります。一応糸状菌には入ってはいるんですが、この卵菌類というのはどっちかというと昆布とかわかめとかそういう藻類の仲間に近いものでして、自然とこう使う薬剤も大まかにこう分かれてくるという。具体的に言いますとランマンなんかはこのラン菌類専門の薬というようなことが言えると思います。逆に言うとこっちの他の糸状菌はほとんど効かない。ベンレートは、まあ、その逆でラン菌類にはほとんど効かないけど、その他の方には両方カバーするものもありまして、それは結局のところこのその他の糸状菌も卵菌も両方が持っている作用点をアタックする薬剤になるわけなんですが、まあ後でお話ししますけども、まあ、細胞の中にミトコンドリアという器官がありまして、それはどんな生物も大体持っていて、そのミトコンドリアをターゲットにする薬なんですけども、それがアミストラ、もう使われている方も多いかと思いますけども、実際に